間おばあちゃんが美味しいんですかねって私も買ってみようかなって言ってたんで、蜂蜜かけて食べると筋肉めっちゃつきますよって言ったら、はい、おばあちゃんもちょっと買ってくれてました僕の静止画の写真に貼っといてねこう入れとくわそれなんで俺が悪もんだいや塗るの恥ずかしいっすね。ちょっと遠目でいきますか。遠目だったらいいっすよ。遠目でも編集してアップに行きますから絶対やめてくださいってライケンの意気込み。すげえ映ってる。フェイク週刊物事件。ご自身の選手の垂れ込み。松木平はあの残暑のことを残尿って言ってました。マジな真剣な顔で。お前もこれPだよ。やめろって。残尿って言ってました。これピースね。これピースね。もう行きましょう。周期練習頑張ってます。出た映りたがり。同級生に向けてメッセージ。ヒロト、ジャパン、頑張れよ。もう終わってる。終わったか。これかね。ご自身。あれですよね。前回、あなた真剣佑ですって言ってくれて。皆さん、こんにちは。中日ドラゴンズの新田真剣佑です。ああ、そうですね。それぞれ。コメント欄見ました。めちゃめちゃ評判良くて。朝ごちそうございます。朝ごちそうございます。めっちゃ、めっちゃ多分いいねが来ます。朝ごちそう待ってるファン結構いる。そういうこと言うと絶対だもん。松田さんは違うです。松田さんは。松田さんは違うですよ。なんか出ない。これで喋れるようになったらちょっとメンバーつぶやく。ああ。マジ嫌いですか。言っとこう。嫌いなことやってから。いやだ。大丈夫。うわ、ガッ。ヤマさんがデモ見せてくれるから一発で。ヤマさん。これ今ここ映ってないですよ。ここギリギリ映ってない。すげえです。あ、これも撮ったみたいな。GoPro 広角カメラ。マッチさんがギリギリ映ってる。すごい。そんな広いんだもん。この3人って、自分が似てるって言われたことある有名人の一番マックス。いや、それはないな。一番マックス。竹内涼真ぐらいしかない。もうえって、もうキモすぎだろ。誰やろう。で高校時代の竹内涼真ぐらいしか。確かお前ガチの顔で言わんといてくれよお前。いやでもわりかしガチめにガチめに言われたのが、あれ小中とずっと言われてきたのジャスティン・ビーバーという名前です。あ、本当に本当に本当に僕ここ最近になって中地さんに似てるって言われました。あ、そうです。中地ねえだアトライチ。確かに僕会った時めっちゃ似てるって思う。そんな似てます。会ってみたいな。ぜひ会ったらお挨拶させていただきます。よろしくお願いします。コビー何ぜひ会ったらお会いさせていただきます。じゃあ挨拶。あたさん一言言いましょう。あたさん映らずと帰るのは絶対無理です。絶対行けるのもいい。なぜ松田さんも一緒に立ってるんですか。松田さんはないですよ。一緒に頑張れ頑張れ。すごいね GoPro。 GoPro って何円するんですか。10ぐらいいくんじゃないですか。いいなって。すごいね。これどっちが使われるんですか。あ、YouTuber こうやって撮ってんだよ。そうそうそう、棒で、ね、だから映ってるやん、自分で。そう、すごいよね。これマイクですよね。これサインかけばいいんじゃないですか。めちゃめちゃ映ってる。めちゃめちゃ絶対映りたくない人。一回ちょこって出してください。なんでなんですか。でも声だけ入ってるから。で、ハテナで字幕入ってますよ、多分。この声誰だみたいな。あの。バスしっかりアピールしときよ。あ、大丈夫です。あの、朝尾コーチと。あ、じゃあ今日契約公開の加藤さんに何かも。何かしてる記事が出ると。
毎回コメントに浅尾コーチのことしか書いてないんですいや俺はって選手は俺がこう上からこう投げてな浅尾コーチから指導を受ける加藤翼さんなのにやろなんでなんでえ俺じゃないメインみたいなまさかの恥ずかしいもんね毎回あと浅尾健とか言って浅尾健コメントどちらかというと浅尾さんのはちっちゃく映ってるこればかりは加藤翼羨ましいと思ってなんなんそれびっくりよこっちも嫉妬してるんですねちょっとおかしいですよねありがとうございましたありがとうございましたほぼメガネつけてないです。起きてすぐコンタクトにして、寝る時までコンタクト外さないです。楽です。ずっとそうすればよかった。気づくのが3年ぐらい遅かったかもしれない。野球してて、野球しててめちゃくちゃ楽ですよ。確かあの同級生たちもある。はい。次はなんか茶髪できないんで、チャレンジしろっていろいろ言われるんですけど。次は何を言われてるんですか、メガネから。去年は茶髪にしろって言われてて、白髪染めろって。ちょっと茶髪できないんで、このまま。なんかないかな。来年から寮出ます。一人暮らしになります。郡司くんに引っ越して手伝ってもらう予定です。なんか部屋選びはこだわり。スーパーが近くあるところにしました。お料理とか、まあ大学時代に弁当自分で作ってた感じなんで、これから自分でたくさん料理できるようにチャレンジしたいと思います。ありがとうございました。バッチリでした。奥野選手、奥野選手、え、今日だけですかこれ。今日だけ。じゃあ俺シャワー浴びる。だから一回大からするならいい。俺は映らん。大から来るなら映る。絶対映らん。絶対映らん。後輩に慕われる岡野さんです。はい。最近後輩からなんか受けた。後輩から受けたんですか。仕打ちだ。なんかあるかな。まあ久しぶりにあの高橋宏斗に会った時。ヒロトがやっぱ1年間、まあ、彼はすごい、まあ、飛躍の年だったと思うんですけど、全部タメ語になってたのがショックでした、はい、敬語を忘れてどっか、はい、遠い世界に行っちゃったかのように敬語を忘れてたので、ちょっと悲しくなったっていうのが。お疲れ様です。悲しくなったっていうのがこの頃一番の後輩のなんか仕打ちというか距離を感じました。はい、ありがとうございました。すいません、お疲れ様です。はい、すいません。ありがとうございました。
あんま言うことないんですよ、ね、今年投げてもないんで。来季、来季頑張りますしか言えないですね。今年を振り返ると思う。急ぎすぎたというか、怪我を治そうと、早く治そうとしすぎたし、思い通りになった。そうっすね。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様もいや余裕ないっすよ。いや、ちょっと待ってください。まだ。まだ終わってません。こっちで、春のキャンプの時にの一言で、まあ、自分は後輩からもう春の時点で舐められてるっていう風に言ったんですけど、まあ、一番後輩で舐め腐ってるのはやっぱりあの同期の鵜飼康介。もうあいつは挨拶がすれ違っても会釈だけみたいな。あいつだけは本当にあの周りにはいい顔してますけど気をつけてください。失礼します。どうしても伝えたい。どうしても伝えたい。これはあいつはダメです。叩き直さないと。はい、ありがとうございます。気をつけてください。気をつけて。あ、僕も気をつけた方がいいです。ファンの皆さんも気をつけた方がいい。気をつけて。ありがとうございました。こんにちは。皆さんお疲れ様です。寒くなってきたので体調には気をつけください。あとあれそこで一緒いるんですよ。いや先やれよ。あの沖縄でやったら三好さんが石垣さんがバカすぎるっていう言ってました。最近の変わったことなんすか。なんだろう、伝えておきたいこと。石垣がめっちゃアホっていうことですかね。県がつく都道府県言ってみって言ったら北海道って言ってました。何がつく。県、あの県がつく都道府県を言えって言ったら北海道とか言い出して、あいつやばいっすよ。県のつく都道府県言われって言ったらもう暴露されてるよ。北海道って言ったえ、なんか三好さんってめっちゃバカなんですよ。なんか僕よりめっちゃバカなんですけど、あの三好さん、あのこうステーキとかであのレアとか、 なんかこうミディアムとかあるじゃないですか。プレミアムレアとか言ってました。本当バカです、はい、あのバカは。はい、皆さんあのそういう目で見てください。失礼します。でも音声活動もういいっす。それもいいっす。バラの花、花は108本もういいです。聞きたいっす。見らんて。バラって100本じゃないの。100本じゃないの、バラって。いや、なんか意味があるよ。108本って煩悩ちゃうの。煩悩の数じゃない、108本って。なんか意味あるの。なんかあるらしいっすよ。そうなの。何言うたいの、天木さん。こんにちは。これでどうドラゴンズしょうもない出来事、暴露系 YouTuber の、郡司と申します。あの、まあ、数々の名言を残しておられるあの三好選手なんですけど、彼あの宮崎の飲食店で、
ライスご飯で3つでお願いしますって言ってました。どういうことでしょうか。ラージって言いたかったんですかね。分かんないですけど、あ、ラージって分かんないですね、あいつ英語知らないんで。以上です、ありがとうございました。あ、あれです、いいですか、はい、加藤翔平さんや岡林選手、いいですか。いや、もうなんか岡林とか翔平さんとかもなんか僕が何も言わなくてもなんか勝手に人気上がっていってるんで、僕から言うことはないです。さよなら。ありがとうございました。てます。あっという間に1年経ちましたね、ドラフトから。はい、もう1年経ってますね。どうですか、プロの1年。いや、早かったです。一瞬でした。こうドラゴンに入って先輩方どうでした、はい、いや、もう本当に知ってる、僕から一方的に知ってる人が、まあ、多いんで、まあ、印象とかは、まあ、ちょっと違った人もいるんですけど、まあ、優しいです。いや、一番嬉しかったのは1年間の中で。1年間ですか。1年間は、いや、豊橋でヒット打った時じゃないですか、一番嬉しかったの。ありましたね。はい、一番嬉しかったです。2本も打てちゃって。ちょっとこう、ま、プロでやっていくところもあるし、課題も見つかった1年ということですか。そうですか、まあ、やっぱ課題の方が多かったかなっていう感じです。じゃあ来年どんな1年するか、ファンの方に誓っていただけますか。はい、星真央です。更新図は、あ、今シーズンは、やっぱり課題が多く見つかってあまり結果も残せない1年だったので、まあ来年はまず2軍でしっかり結果を残せるように頑張りたいなと思います。応援よろしくお願いします。先輩方から何て呼ばれてますか。先輩方からは、まあ、ホッシーとか、マオちゃんとか、そんな感じで呼ばれてます、今。はい。カービィって呼ばれてます。カービィは、周平さんがよく呼んでます。あんまり呼ばれたことなかったんですけど、カービィって。お願いした。前から。そうか。家高さん、こっちにもあるんで、ここにもあるんで。それは使っていいですよ。後ろの邪魔しちゃあかんでしょ。いえいえ。練習して頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。中期キャンプで事件、難しい。福さんだけスーツで登場だし。そう。ああ難しいなこれ。むずいな。年俸には嘘をついてない。そう、実年俸本前から僕はね。報道通りちゃんと。あとめんどくさいから、嘘つくのもなんか嫌やし、かな。まあ、かっこ推定はそんな。そう、かっこ推定ですけど、僕はあの、はい、事実です。はい。ま、はい、よし、ちゃんとやろう。福です。はい、ただいま契約更改が終わりました。不甲斐ない成績を残してしまったがゆえ、金額はダウンとなりましたが、
来シーズンは、この病気をちゃんと、克服じゃないかと付き合いながら、一日でも早く、バンテリンドームに戻りたいと思いますので、気長に待っててください、はい、絶対大丈夫です以上でありがとうございました。はい、お疲れ様でした。おばあちゃん終わる、もう誰もおらんぞ。はい、終了ありがとうございました。例えば思い出しましたよ、1個。はい、はい、岡林。あいつ、コメダコーヒーので、メニューにウィンナーコーヒーってあって、ウィンナー乗ってると思ってました。なわけないだろって。それ教えなかったんですか？すぐ突っ込んだの。なわけないだろとは言っときましたけど、多分未だに何が乗ってるかわからないです。ウィンナーコーヒーってあれですよね、クリーム乗ってるやつですよね。あれですね、本当にね。以上です。ありがとうございます。じゃあ、今日はこれだけ。はい。かけといて。はい。